プレアデス星団は地球から約400光年離れた牡牛座にあります。彼らの太陽系には7つの星があり、すべての星に惑星と衛星があります。プレアデス星団には約1000の異なる種族が住んでいて、彼らは調和と平和の中に暮らしています。プレアデス人は何千年も前に霊的な悟りを開いた非常に高度な存在であるため、愛、平和、調和の原則に従って生活をしています。彼らは助けるためでなければ他の種族の問題に干渉することはありません。また、プレアデス人たちは次元間の移動手段を使って宇宙のどこへでも自由に移動することができます。プレアデス文明はプレアデスとして知られる星系の中で繁栄する社会を作るために集まったヒューマノイドの集合体です。プレアデス文明はプレジャレン、またはプラジャリアン文明としても知られ、彼らの故郷はエラと呼ばれています。彼らの文明は感情を習得し、優雅さと喜び、そして無条件の愛の中で生きています。彼らは母なる地球と人類、そして全ての生命体の波動を高めるために私たちにその存在を認めているのです。プレアデス人は人間の目には見えない別の次元に存在しますが、時々私たちの次元に物質化することができます。彼らは何千年もの間地球を訪れ、チャネラーからのチャネリングメッセージを通じて人類と多くの知恵を分かち合ってきたのです。彼らは体型がヒューマノイドで人間と同じように様々な肌の色、髪の色、目の色を持っています。彼らは生涯を通じて全く歳を取らないように見え、そして何千年も生きているのです。プレアデス人は私たちが現在地球で想像できるものよりもはるかに優れたテクノロジーを持っています。彼らは量子物理学、宇宙旅行、テレポーテーションなど、科学の多くの分野をマスターしているのです。彼らは、ここ、地球での歴史を通じて、私たちと知恵を共有してきたため、知識をもたらすものと呼ばれてきました。彼らは、地球を自分たちの養家と考え、数千年前に、地球に到着して以来、人類を支援するために活動してきました。プレアデス人は、私たち人間と同じように、共通の起源を持つ魂の集団です。プレアデス人は現在の人類よりも密度の低い種から進化してきました。つまり私たちよりも悟りを開き、より高度な精神性を持っているのです。ですが、それでも私たちと多くの共通点があります。その中には、かつて今の私たちと同じように肉体を持っていた存在もいます。彼らは時を経て宇宙船などの船を使わずに宇宙を自由に移動できる非物質的存在になる方法を見出したのです。つまり彼らはある惑星から別の惑星へ思考だけで移動することができるのです。そして私たちの1年は365日と5時間49分ですが、プレアデスの1年は地球の1年よりも長く、それはプレアデスの惑星がその中心星を長い期間周回しているためであります。プレアデスでは新年が始まるとみんなが集まって友人や家族と会い、お祝いをします。その祝祭では劇や音楽など様々な催しが行われます。この時に食べる食べ物や飲み物には、木から取れる果実から作られた、ある種のアルコールが含まれます。この飲み物によって、彼らは、互いに出会い、一緒にお祝いする間、心が温かくなるのです。彼らの多くは、私たちが黄金時代に移行するのを助け、アセンションのプロセスを支援するために地球に居住しています。プレアデス人はテレパシーやテレキネシスなど幅広い能力を持っています。中にはアカシックレコードを読むことができる人もいます。彼らは宇宙を旅し、物資を運ぶための様々な船を持っており、そのうちのいくつかは地球上の人にも目撃されています。プレアデス文明はエササニ文明と進歩のレベルが非常によく似ています。プレアデス人たちはとても愛情深い存在で、常に人類全体を助けたいと思っているのです。
彼らはお互いにテレパシーでコミュニケーションを取りますが、シャネリングを通して人間ともコミュニケーションを取ることができます。そして今後、地球上の多くの人がシャネリングを通して彼らとつながることができるようになるでしょう。なぜなら、彼らの船はいずれ地球に着陸するからです。プレアデス人は地球がより良い場所になるように手助けをするためにここに来てくれています。彼らの目的は地球人がアセンションし、よりスピリチュアルになり、長く、健康で、楽しい人生を送れるようにすることです。彼らは何百万年もプレアデス星系に住んでいて、お互いに何について話しているのかを理解しています。彼らは、すべてのものが光と音の振動から生み出されていることを発見しました。すべてのものは、その固有の周波数で振動しています。振動は、物理的な平面では色として見ることができ、思考、感情、感覚などの非物理的な領域では音として見ることができるのです。また、プレアデス人は高度なテクノロジーを使って自分たちの体をほとんど透明にして透けて見えるようにすることができます。さらに彼らは宇宙の光のエネルギーを取り入れることで食べ物を必要としなくなったのです。プレアデス人のほとんどは肉体から解放されたため多次元的な存在となり自由に次元間を移動することができるようになりました。彼らは思考力を使って必要なものなら衣服でも何でも作り出すことができます。プレアデス星団には数百から千を超える様々なヒューマノイド文明が存在します。プレアデス星団に住む種族の中にはドラコニアンとレプティリアンによって滅ぼされたライラという古代文明の出身者もいます。プレアデス星団に住む種族たちは遺伝子の一部を私たちに与えてくれました。それが私たちが彼らによく似ている理由の一つでもあります。彼らは私たちとは全く異なる認識を持っています。それは感情に支配されるのではなく、彼らは感情と調和して生きる方法を学んだのです。彼らは必要がある時には感情をうまくコントロールすることができます。そしてプレアデス人は子供の頃から教えられた厳格な倫理規範に従って、すべての人がお互いに平和に暮らしています。そして、プレアデス人たちは、あらゆるレベルのすべての存在たちを助けているのです。私たちはあなたを心から愛しています。私たちはあなたと共にここにいます。私たちはあなたの光の家族です。エイホ、オーロラレイ銀河連合大使。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。